コロナ患者の治療にあたっていらっしゃいます埼玉医科大学総合医療センターの感染症専門医岡秀明教授にお話を聞きます岡先生よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますまず改めてですね今日の感染者からなんですが全国ではですね今日二十万九千六百四十六人となりまして過去最多の新規感染者を記録しました。 そして重症者の過去最多はですね去年の9月の2223人なんですけれども、えー、重症者はですね現時点で311人、まあ、ここがどうなっていくのかというところが非常に重要になってくると思いますけれどもね、はい、あの岡先生には2週間前にも出演していただきましたその時には、はい、先生の病院では病床にまだゆとりがあるというふうにお話をされていましたあその時と比べて現在の現場の状況はどうでしょうか。 この1週間で急速に河川の増水のように患者さんの数が増えています1週間前、6人でしたそれが週末には12人になりそして月曜日には24人になり本日は31人先ほど1人対応して入院しましたけれどももう80%近く病床が埋まっていますそしてもう1つ厳しいのは医療従事者の欠勤になります。 これ全国的に問題になっていると思いますけれども私どものところも例外ではなくてです、ね、看護師さん、そして医師他のその他の医療従事者です、ね、もう100人近い給食が出ていますこの40床の確保病床というのは,これはあくまでも医療従事者がフルに活躍できるという状況での数ですからこの40というのを今、動かすことは私ども非常に厳しい状況になっています。つまり もはや今限界に達してきているということが想像できるのではないかとそしてもう一つ重症者重症者は生まれにくいのではないかと第7波は考えていましたがやはりちょっとそんなことはなさそうです、はい、これもです、ね、当初1床ほどの重症者でしたがこの1週間で4人までこれはもう6波私どもの第6波の重症者の数を超えている状況なっています、はい、あのではです、ね、今入院されている患者さん その特徴はどういうところにありますかはい、えー、まあやはり私どものところは大学病院という形で、えー、それなりに重症化のリスクのある方が中心的にご依頼をされます、えー、なので、えー、おおよそ半数は高齢の方になります80代90代そして、えー、そういった高齢者の特徴はやはり高齢者施設でクラスターが起きていて、うん、いっぺんに託す 複数の患者さんが運ばれてくるということになります、えー、これはやはり今方々でクラスターが起きている現れではないかと思います、えー、ただ高齢者ばかりではありません、えー、やはり三十代四十代五十代むしろ重症になる方はこういった年齢の方が多いなぜかというと積極的に人工呼吸器などの治療を希望されるからです、えー、そういった方は えー、今4、4人の重症者これいずれも3四、4十5 0代という方で何かしら基礎疾患を有することが多いんですけれどもやはり残念ながらです、ね、ワクチン接種を1回も受けていらっしゃらなかったとかあるいは2回までの接種にとどまっていて必要であると言われている3回の接種が終わっていないそういった方が多いです。そしててワククチンンを打っいいいなな方はオミクロン株といえども当初の頃見られたような 両方のの肺肺が真っ白になる重症の肺炎を起こし得ます。うん、えー、しっかりワクチンを打っている方は重症化するといってもです、ねえー、従来の重症パターンではなくて、えー、いわゆる誤え性肺炎という肺炎を起こしたりあるいは脱水症とか食事が取れなくなるとかあ全身の衰弱みたいな形になるんですけれどもおやはりワクチンを打っていない場合は重い肺炎を起こしてくるということは注意が必要だと思います。 あの整理しますと先生、この前2週間前お出になっていただいたときにこんなふうにおっっししゃっていました重症化予防効果があるワクチンが広く打たれているそして治療薬も投与されているですから重症患者は増えないのではないかという淡い期待をしているただ、感染者数が増えれば持ちこたえられない可能性もあるというふうに話をされていたんですがこの淡い期待というのは裏切られてしまっているということでしょうか。そううですねもうかなり 事実としてては裏切られている可能性が高くなってきました、はい、そして何よりもこれから先もしかしたら今までで一番最悪の被害を生むかもしれないなという心配を私は持っています。はい、というのは、ね、BA.5 といったものが感染力が強くなるということは2週間前でも分かっていたんですが、はい、重症化するつまり入院しやすくなる。 そういったことに関しては BA.2 以前のオミクロンに比べて高くなるかはよく分かっていなかったんですで私、心配していたのはこれがもし重症化リスクになるんだということであればつまり入院しやすいということは重症化しやすいということですからこれちょっと大変なことになるぞとそして、本当にこの数日の間に報告された複数の論文では1つはデンマークからご覧のようにですね、BA.2 以前のオミクロンに比べて1.78倍入院しやすいと。 また、ポルトガルからの報告でも、やはり死亡率が上がるんじゃないかという報告が出ています。以上からですね、えー、BA.5 は BA.2 に比べてですね、えー、感染力が強くなっているだけではなくて重症化しやすい恐れがあります、まあ。デルタ株ほどではないと思いますけれども、故に今後ですねこの感染者を雇用すれば次第に重症者が増えてくるんではないか。 最後には亡くなってしまう方がこの医療の逼迫の状況であれば。 ああ増えてしまうんじゃないかということを私は大変心配しています、はいはいえー、懸念が非常に高まっているという中でなんですけれども、まあ行政側の対応ですねあの先ほど VTR もありましたけれども大阪は医療非常事態宣言というのを出しまして高齢者に対して1ヶ月ですね不要不急の外出を控える要請というのを決めましたで現在の感染拡大を受けまして政府はですね、まあ、あの濃厚接触者の待機期間の短縮ですとか、まあ、そういったような対応を打ち出していますけれども じゃあその行動制限はと言いますと今日の厚労省の専門家会議で後藤大臣はですけれども社会経済活動をできるだけ維持しながら高齢者等を守る対策に取り組むというふうに発言しまして行動制限について言及はありませんでした、はい、あの岡先生はこの行動制限についてはどのように効果があるかないか考えていらっしゃいますか。 はい。2週間前は私は、あの、政府の方針に対して、そういう考え方もそろそろ必要かなということで、はいえー、反対はしませんでした。うんえー、ただ、この2週間経って、今日現在、医療の最前線の現場を見る限り、はいえー、何かしらの対策を取っていただかないと、うん、これはもうお、甚大な被害が出てくるんではないかというふうに思います。はい、で、一方で、その行動制限といったものが、今までのような、 飲食、あるいは旅行などの移動に対象を絞る中心にそこに行うような行動制限ではなくてですね医療現場はとにかく患者さんの数で殺到してさばききれないという状況になっていますから医療の受診制限または軽症者の受診抑制といったものが必要になってくるんじゃないかこれ、なかなか言うのは簡単で受診できない患者さんの不安 パニックをあおる恐れもございますので難しいんですが少なくとも例えば検査の陰性証明とか陽性証明を現場に求めてくるということはこれ政府から必要ないということをしっかり要求していただきたいと思いますし、えーまあ、受診の制限に関してはシステム作りから必要だと思いますけれどもこれこそ政治の手腕の見せどころではないかと思いますので政治の丁寧な説明とリーダーシップを期待したいなと思っています。はい あの政府のこれまでの,その第7波に至るまでの対策ですねあの、まあ、ちょっと遅きにし,して、はい、ちょっと後手後手に回ったのかなという印象を私は持っているんですけども岡先生はこれまでの政府の対策どういういうに評価されますか、はいまあ、なかなか結果論なので、うん、あの難しいですけど私もそういう印象を持っています。うんでえー、やはりウィズコロナとということで えー、行動制限を行わずに社会を回していくということはあいつか必要ですし、えー、どこかで行わなければいけないことはもうコロナがうそう消えていくものではありませんから必要なことだと思います、えー、しかし今回そのための準備が私は足らなかったと思います、えー、というのもこれだけ私はもう数か月も前から医療従事者の接種をすべきだと言っていましたそれによって院内クラスターが今回第7波が起きて第7波というのは医療従事者の感染のクラスターの戦いだと私は 警告をしていたんですけれども、うんえー、その通りになっています。ところがあ、この事態になってから医療従事者の接種が決まりました。はい。はいえー、そして、子どもだとかあ,あの三十代四十代のワクチン接種も進んでいない。 そして行動制限ではなくあのあれです、ねえー、濃厚接触の緩和ですけれどもそちらも状況が逼迫してから行われるようになりましたこれも事前にです、ね、社会が回らないということであれば緩和策を検討しておいてよかったのではないか以上からあのやはりこの社会を回すという、えー、理念はいいんですけれどもそのための準備が積む。 つまりすべて後出しになっているということからやはり準備が不十分だったそれが大変残念だったと思いますはいありがとうございましたここまで埼玉医科大学総合医療センターの岡教授にお話を聞きましたありがとうございましたはいありがとうありがとうございましたありがとうございました、えー、過去最悪の事態になるのではないかまずこの医療逼迫ということを防ぐために政府は新たな基準づくりをという声もありました十分に耳を傾けていただきたいというふうに思います